シュブイコールニグラス、シュブイコールニグラス、シュブニガラス、シュブイコールニグラース、シュブイコールニグラート、シュブイコールニググラトフともは、クトゥルフ神話に登場する架空の神聖。北上の女神、母神という性格を持ち、ヨグイコールソトースの妻であるとも言われる。創作者は、クトゥルフ神話の快祖であるハワード・フィリップス・ラブクラフトであり、彼の闇に囁く者、 ザ・ウィスパー・インダー i ネスにおいて、崇拝儀式の文句に登場している。深い森の奥で、異性種族とそれに仕える人間によって行われる、この儀式は、西洋において、悪魔崇拝とみなされた魔女の集会、いわゆるサバトそのものである。ヤギが渋イコールニグラスを象徴するのも、古代宗教において、法上の象徴と崇拝され、キリスト教によって、悪魔、 サバトの中心とされたモチーフに由来する。表だって扱われることはなかったものの、シュブイコールニグラスは、以後もラブクラフトの作品において、たびたび言及され、またラブクラフトと交流のあった作家の作品にも、登場した。ラブクラフトとヘイゼル・ヒールドの合作、英語より、アウト・オブ・ザ・ヤンズにおいては、古代に、ムー・大陸で崇拝されていたと言及され、ゼリアビ・ショップとの合作、 紛糾の会、ティーマウンドにおいては、指定世界君、ヤンの住民に崇拝されている。いずれにおいても、法上神、母神としての性格を残しており、英語よりにおいては、ナグとイエブナルコ神を持ち、紛糾の会においては、洗練されたアシタロトのようなものと形容されている。ラブクラフトは、友人との書簡や秘書に冗談を差し挟むことを、好んだが、ジェイカイモート宛の手紙などにも、 いや、渋イコールニーグラスの文句を混ぜ、同じくモートンアテの書簡において、自らの創作し、神々のケ図を載せている。それによると、渋イコールニーグラスは、アザトスから、ナイアーラとテップ、無名の霧と共に生み出された、闇から出で、無名の霧から出た、ヨグイコール、ソトスとの間恐ろしき双子なぐと、イエブを設けたとされる。なお、 オーベッド・マーシュの一部の子孫の間では、長女のウトゥルスイコール・フルエフルの名が知られている。オーガスト・ダーレスによって、クトゥルフ神話が体系化されると、シュブイコール・ニーグラスは、旧支配者の一柱、地を象徴する存在の一員と位置づけられた。また、ラブクラフト時代の神話を受け継いで、工場を司り、子を産み続ける、地母神とする設定も残っている。 ヨグイコールソトースのみならずハスターの妻であるとされることもあるが、これは、紛糾の会における、名付けられざる者の妻との記述が、後にラーレスの作品で、ハスターが名付けられざる者と称されていることと結びつけられたことがゆえん。存在そのものを扱った作品が少ないため、その姿については判然としていないが、 ブールー教とシュブイコールニグラス崇拝を絡めた DJ ウォルシュジュニアの呪術師パパロイの指輪ズリング・オブ・ペイプ類にはシュブイコールニグラスの心臓が登場する。ヤギのような生き物を表したものの、はっきりとした違和感、不自然さを持っており、何本かの触手があって、見誤り用のない霊性的な、しかし人間的な感情を持った像であるとされている。クトルフ神話をテーマにした。 テーブルトーク RPG、クトゥルフの呼び声、ザコール・オブ・カスウールにおける設定では、その姿は泡立ちただれた雲のような肉体で、のたうつ黒い触手、黒いひずめを持つ短い足、粘液を垂らす巨大な口を持つとされる。人間の女性に変身可能だが変身すると脳まで人間のものになるので、思考も人間レベルに制限され、感情に振り回されてしまいがちになり、 そうなった時に人間に変身していた、ハスターと恋愛ドラを繰り広げている。黒い小ヤギと呼ばれる、シュブイコールにグラスの落とし子が存在し、関連書籍によっては、それが、信者にとっての貴重なタンパク源となったことが崇拝の源になったとも紹介されている。ヨグイコール、ソトウスとの間に、ナグとイエブを生み、その系譜は、クトゥルーやザトゥガアに繋がるとしている。 また、オガミとしての側面もあるらしく、マイノグーラと交わりティンダロスの両犬たちを生またとされている。サバトのイメージによって形作られた元々の性質から実在する自然崇拝や黒魔術に馴染みやすい。ウィリアム・ラムレーのアロンソ・タイパーの日記、ザ・ダイアリー・オブ・アランツォ・タイパーにおいては、バルプルギスの夜の蔓延で崇拝され、ダーレスの作品においては、 こう生み続け、なべての森のニュンペイ、ニンフ、サチュロス、デプラコーン、Y 人族を支配せんとのネクロノミコンの記述が見られる。ラムジー・ギャンベルのザムーン・レンズにおいては、サバトやアユタロトに加え、世界各地のヤギの崇拝、ヘカテ崇拝とも結びつけられている。ロバート・ブロックの無人の家で発見された手記、ノートブック・ファウンド・イン、エーデザーテッド・ハウスは、 シュブイコールグラスを扱った作品ではないものの古代宗教であるドルイド信仰とクトルフ神話の融合を扱いまた作中に登場する樹木上の怪物がヤギのような蹄を持っていることからシュブイコールニグラス崇拝を扱ったものとみなされることが多くシュブイコールニグラス崇拝とドルイド信仰を結びつけているただしこの樹木上の怪物は作中では一貫して ショゴスと呼ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。